今は情報を早く本部に報告し、 S 級バルキリーを出動させて彼女を捕まえないと。ブローニャはウェンディが他人を傷つけることはないと思います。危険は犯せないのよ。彼女のエネルギーは律者に匹敵するのよ。それに彼女の人格も崩壊によってねじ曲げられている可能性があるの。私もウェンディを信じるよ。長空市の時はメイ先輩も崩壊エネルギーに操られていたけど、最終的には彼女自身の意思で崩壊に打ち勝ったでしょ。キアナちゃんの言う通り、助けてさえあげればウェンディちゃんは本心を取り戻せるはずですよ。ここの状況を本部に報告してから S 級バルキリンが到着するまでには30分かかる。ちゃんと理解した？何かしたいなら30分しかないのよ。姫子少佐、ありがとうございます。でも悪いニュースが2つあるわ。1つは天命本部がウェンディを第4律者に認定したこと。もう1つは第4律者を捕獲するため欧州本部の S 級バルキリーがもう出発していること。 S 級バルキリーな？何でもない時だったら手合わせしたいな。でも今は会いたくない。今回出動している S 級バルキリーはデュランダル。黒いヘルメットをかぶって巨大なランスを持っている。今の S 級バルキリーの中では最強だそうよ。お腹すいた。メイ先輩のお弁当が食べたいの。フッハッそのネゲントロピーが奪っていったジェムというのは。気になる？もちろんです。デザイアジェムの中に律者の力が隠されているとしたら、奪われたジェムも同様のはず。そして部下の中にちょうど律者の力を持つ者がいます。おそらく少佐の推測通りよ。奪われたジェムはコンケストジェムっていう雷の力を持つ者よ。天命は律者の力を人間の体内で復活させる方法を研究しているから、ネゲントロピーも嫉妬しているでしょう。そして彼らはすでに成功しているはず。雷の力？メイ？全て私の推測だけど、もし本当にメイだとしたら、なぜネゲントロピーは彼女を逃がしたのか。そしてどうしてメイはネゲントロピーのことを何も知らないの。この話は内密にね。ロックアンドロール。絶対メイさんに近づけさせなくて。イエスマスター。ロックアンドロール。Fuck!
もう一つ悪いニュース。天命の衛星によると、ついさっき5隻の空中戦艦が太平洋上空を横切るのが観測された。現在位置は不明とのことよ。空中戦艦、まさかネゲントロピーの部隊ですか？そのはずよ。3人ともよく聞きなさい。ネゲントロピーの部隊を見かけたらすぐに捜索は中断すること。あなたたちまで危険な目に遭わせたら取り返しがつかないわ。いやな、今回は手を貸してあげるよ。ネゲントロピーの狐どもがついに手を出してきたみたいね。でもちょうどいい機会かもね。手を貸す？一体何を？ちょっとすればわかるよ。艦長と一戦せい。手段は選ばない。私の出番、不毛なりね。目標ファイヤー、もファイヤー、ボイドエクスプロージョン。セイッセイヤホー。こんなことに手を出さない。メイ先輩の愛さえあればいいの。絶対メイ先輩に近づけた。セイッ一撃必殺。全力で行くわよ。今度に何か手に入れば楽しみね。ドローニャ、作目標補足。やれー、ファイヤー。やはっ、ネコちゃん、はっ、ふっ、ふっ、はっ。力を持つと称えられているバルキリーのこと、いいわ、試させてもらう。私の力が S 級バルキリーを超越しているかどうか。あなた私より傲慢なのね。私とやり合おうだなんて、さっきはうっかりしてただけよ。本気を出したら律者を倒すなんて簡単なんだから。ブローニャお姉ちゃんを悲しませたくないから、あなたたちとは戦えない。追いかけてこないで。また飛んでっちゃった。何ぼーっとしてる。ロックアンドロール。フッハッスッスッガッ。モクファイヤー、無条件スマホファイヤー。発射、射撃開始。フッセッセッ。次の目
どうでした？彼女の一座標は取得できました。本当に騙しやすいので、さすがは正直者で有名なバルキリー。仕方ないよ、すべてはキアナたちの時間稼ぎのため。しかし彼女の位置を敵に暴露するなんて、ユランダルは少なくとも私たちの友軍なのですが。あんなうるさい小娘は友軍なんかじゃない。私はあの子のせいでどれだけ苦労したことか。それにどのみちネゲントロピーを討伐するから、ユランダルに手助けしてもらおう。位置を暴露したってネゲントロピーに少しの情けをかけただけよ。何せあのデュランダルは化け物なんだから。その言い方からするとかなり彼女に恨みがあるようですね。は見つかった？もう時間はないわよ。あと2分で S 級バルキリーがニュージーランドに到着するわ。ネゲントロピーの空中戦艦ももうすぐ着くはずよ。まあもう間に合わない。 S 級バルキリーとネゲントロピーの部隊のことは心配しないでいいよ。まさか学園長、 S 級バルキリーの待機命令を出せるんですか？残念ながら私にその権限はないのよ。でも彼女たちの位置を知る権限ならあるよ。まさか。正解。公共チャンネルで S 級バルキリーの位置を実況したわ。ネゲントロピーの通信システムは進んでいるから、実況放送は聞き取られるはず。それならキツネたちは S 級バルキリーに奇襲をかける選択をするはず。なるほど、道理で遠くから爆発音が聞こえるのね。自分の人を売るのはいささか不本意だけど、 S 級バルキリーもそう簡単には負けないわ。ネゲントロピーの連中が時間稼ぎをしてくれるといいね。よし、次は私たちの番よ。何ぼーっとしてるの？